紀元前265年頃のカリンガ国カリンガ国はインドの中東部に位置した古代の国でおおよそ現在のオリッサ州及びアーンドラプラデーシュ州北部を含む地域であるダーモーダル川からゴーダーバリ川にかけての肥沃な平野を含んでいるカリンガ国とマガダ国マウリア町のアショーカ王との戦争である紀元前265年のカリンガ戦争の舞台である カリンガ国はマガダ国と覇権をめぐって争う大国であったが、ついにカリンガ戦争によってアショーカ王に征服され、マウリア朝に服属する。しかし、マウリア朝の支配力が弱体化すると、再び独立し、チェーティアーサが成立した。カリンガ国チェーティアーサのカーラベエラ王はカリンガ国王として最も著名な王であり。 ジャイナ教徒で、インド東部へのジャイナ教の普及を積極的に図った。首都であったブバネーシュバルの碑文には、マガダ国のラージャグリハマでも攻撃し、インドグリーク朝のデメトリオス2世は、戦争を避けてマトゥラーまで退却している。この頃のカリンガ国は、強大な海洋王国であり、スリランカやミャンマー、タイ、ベトナムなどの東南アジアと、カイロによる交易が盛んであった。スリランカ、 ミャンマー、インドネシアにはカリンガ人の集中区も存在していた。マレーシアでは現在でもインド人のことをカリングと呼ぶ。スリランカ北部のジャフナを拠点として13世紀に建国されたジャフナ王国はカリンガマーガ王の軍勢により建てられたがカリンガ国から都会したと称してその由来をカリンガ国に求めていた。カリンガ文字はブラーフミー文字から派生したもので、 カリンガ国において用いられていた。この文字は、ドラビダ語族の言語の一種を表記するために使われていたと考えられ、したがって、カリンガ国においては、ドラビダ語族の言語の勢力が強かった可能性がある。この文字は後に、さらに変形して、ブラーフミーケ文字と融合して11世紀頃に、オリアー文字となり、現在に至る。ありがとうございます。